はい、そうしましたらですね、講義を始めたいというふうに思います。お手元ですね、入門テキストの全体構造というのがあるかと思いますので、そちらちょっと見ていただければなというふうに思います。ちょっと横になっちゃった。はい、でこの全体構造講義なんですけども、本当概要のところをお話ししていく内容になってきますけども、目次ですね、見ていただければと思います。まず一番に知的財産法というのがありますね。この知的財産法っていうのが、一体何なのかっていうところ、そこの説明が書いてあります。で、2番からですね、8番までが、これは弁理士試験の試験科目になってます。ご存知の方もいると思いますけども、この特許法、実用信用法、意匠法ですね、この3つが、いわゆる、失礼、あと商標法ですね、含めて、この4つが、いわゆる司法。慣れていただきたいんですが、司法というふうに言ったらば、この特許から、商標法までのことを指し示していて、この司法に関して、単刀試験でも出るし、論文試験でも出るし、校閲試験でも出るというところで、コアな科目になっているという形になっています。で、逆に右のですね、ページに書いてますけど、この不正競争防止法と著作権法と、条約に関しては、これは下三法というふうに言ったりしますね、我々の方で。なんで、三法とか下三法というふうに言われたら、このことを指し示すというふうに思っていただいたらいいと思っていて、で、この不正競争防止法と著作権法と条約に関してはですね、単刀試験でしか出ないという形になっています。単刀試験でもう少し深掘りするとですね、不正競争防止法は5問で、著作権も5問で、条約は10問出るという形になっています。なので、変な話なんですけど、カロリーあんまり割きたくなくてですね、というのは、この不正競争防止法と著作権法と条約に関して、いわゆる下三法に関しては、単刀でしか引かれませんから、一生懸命頑張って点数取れるようになったとしても、論文でも口述でも全く生きないんですね。なので、この下三法を、どれだけ効率よく、進めるかというところは、一つ戦略として、大事になってくるかなというところですね。逆に言うと、この先ほどの左の司法ですね、に関しては、これは先ほどから申し上げているように、すべてのね、試験のフェーズで聞かれる形になるので、大事になってきますし、あとご承知の方もいると思いますけど、やはりこの特許法ですね。特許法に関しては、担当でいくとですね、ここで大体18問ぐらい聞かれる感じ、18問から19問ぐらい聞かれて、で、実用試験は1問しか聞かれなくて、で、商標、意匠と商標は10問ずつぐらいの形。これぐらいの比率になってきますから、特許はすごく大事になってくるというところは、ご認識いただけるんじゃないかなというふうに思いますね。これは理由があってですね、なぜかというと、この実用信用とかですね、意匠とか商標法というのは、特許法の条文を、借りている、準用というふうに言うんですけど、準用と言っていて、この特許の条文をベースにして、その条文を借用する形で適用されているものが非常に多いんです。これがコアになってるんですね、要はね、特許法の条文が。で、なので、その特許法というのが一番大事になってますし、実務でもね、一番使うというところから、これは非常によく出てるというところです。で、ちなみに、年間、そうか、ここら辺で出願実務とかってされてます？されてない？やってます。やられてる。特許って年間何件出てるかご存知ですか？日本全体で。そうそうそう。いや、要素が分かんないですけど、数千件ぐらいですね。32万件ぐらいなんですけど、実用信用って何件ぐらい出てると思いますか？実用信用ってご存知ですか？ じゃあ、勘で何件ぐらいって言ってみてよ。実用信用は5000件ぐらいです。これでボリューム感は分かったと思うんですけど、特許の方は30万とかね、出たりするわけですけど、こっちの方は5000とか6000とか、ずいぶん少ないんですよ。要は、実務で使わないんで、実用信用はやっぱ1問しか聞かれてなくて、これなんでなんだって言ったら、いや、だって実務であんま使わないもんって話ですし、特許に関しては30万件超出願されてますし、当然ながら、侵害訴訟、特許権侵害訴訟というのは頻発してますけども、実用信用権侵害訴訟ってもうほとんど聞かない。年間で1件あんのかなぐらいの感じですね。多分ないと思いますね。はい。っていう形になってます。なんで、こっち非常に大事ですし、で、意匠と商標に関しては、意匠はね、ちょっとわかりにくいんであれですけど、3万とか4万ぐらいの出願があって、で、商標は非常に多いです。商品のネーミングですけど、19万ぐらいです。20万にもほぼ届くぐらいの感じで、最近、権利化意識、高い方多いですし、あとはですね、特許に比べると安価なんですね。安く権利化されるというところから、中小企業の方ですね、中小企業の、方でも結構権利化を、商標に関しては、商品のネーミングに関してはですね、一生懸命されているというところもありまして、それで非常に多いという形になっています。
はい。まあ、全体構造の大きな枠組みはこんな感じですね。まあ、質問係数とかとこの兼ね合いでいくと、まあ、重要度っていうところが、まあ、非常にこう、クリアになってくるんじゃないかなというふうに思いますね。意商法は、ただね、まあ、これ見たらわかると思うんですけど、件数がちょっと低迷してて、で最近手こ入れしたばっかりで、元々はですね、どこ読んだっけ。あ、そう。例えばですけど、これありますね。こう、こっちか。ペットボトルとかありますけど、こういう、いわゆる動産持ち歩けるものにしか、衣装って、いわゆる衣装というのはデザインを保護する法律ですけど、このペットボトルのデザインとかっていうのは、これ動産にしかね、例えばですけど、あとペンとか、こういうペンであったりとか、まあ、筆箱とか、っていうものしか、まあ、登録できないっていうふうにしてたんですけど、まあ、この見た通り、この3万とか4万って非常に低迷してて、ちょっと広げたのはですね、建築物ですね。建築物が登録できるようになったっていうところが非常に大きいところですね。なんで、例えばですけど、ファーストリテイリング、ユニクロさんとかですね。あとは、お寿司の大手の、ちょっとごめんなさい。名前ど忘れしましたけど、とかが、実際にその建築の衣装で、出願して権利を取っているとかですね。あとはまあ、当然建築メーカーですね。ダイワハウスさんとかですね。あたりはもう、ここら辺の権利化をしているので、この辺の件数は今後上がってくる可能性はありますね。あと画像ですね。画像そのもので撮るっていうところが、まあ、可能になったので、まあ、最近はクラウドサービスのこう UI とかあったりしますけど、ああいうところをこう権利化をしてるっていうところが、権利化を図ってる会社っていうのはちょこちょこ出てきてるっていうところで、ここはちょっと今後伸びてくる可能性があるっていうところですね。はい。というのが、まあ、まず全体構造の大きな枠組みというところです。ちょっとごめんなさい。はい。よろしいですかね。で、ちょっとじゃあ、今日は、あくまで、模擬講義という形になりますので、知的財産法というところの、大きなところの、ざっくりのところだけ見ていければな、というところですね。で、このオートバイありますけども、技術的なアイデアを保護するっていうところでいくと、この特許法にあるようにですね、まあ、車両盗難防止装置みたいな、まあ、技術的なアイデアを保護するのが、特許法になってます。あと、座りやすいシートみたいな、まあ、ちょっと発明と、まあ、よく小発明とか言ったりするんですけど、小発明とかいうふうに言ったりするんですけども、まあ、これは保護するものとして実用支援ですね。まあ、物の形状、物品の形状とか構造とか組み合わせですね。を保護するものとして実用支援。有名なんできた石油ポンプありますね。石油ポンプ知ってます。ドクター中松が権利化した、こう石油ポンプ知ってます。大丈夫ですか。パカ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 やるとか、空気圧との関係で、引っ張られて灯油が入ってくるってなると思うんですけど、ああいうのは例えば実用支援でとか取られたりとかするっていう感じですね。はい。で、衣装はデザインを、ね、保護する。衣装って言うとちょっと分かりにくいんですけど、まあ、要はデザインですね。デザインを保護するものっていうところで考えてもらえたらいいですし、商標はネーミングですね。まあ、マークとかブランドとかっていうのが保護されるっていうところで、まあ、認識いただけたらよろしいのかなというふうに思います。まあ、この4つでですね、まあ、トータルで保護していく。まあ、機材ミックスとか言ったりしますけども、1つの製品について、まあ、デザイン面で独占権を取っていくとか、まあ、特許、技術的な面で特許、取っていくし、あとはネーミングに関しても他の人に使わせたくないというのであれば、商標を取っていくみたいな形で、まあ、使い合わせをしていくという形になっています。で、知的財産でちょっとわかりにくいんですけど、ここの1番ですね。1ページの1番、ちょっと見ていただけたらと思うんですけど、この無体財産っていうのを扱うんですね。これ非常にわかりにくいんですけども、何を言ってるかというと、例えばなんですけど、これ非常にいい例なのが、この例えばっていうところからこう見れますかね。例えば、下から6行目のところなんですけども、ちょっと例えばってとこ読んじゃいますと、私早口なんでご留意いただけたらと思うんですけど、例えば、音楽 CD を購入した人は、その音楽 CD は自分のものであると考えますし、それを販売した店も全く関係のない他人も、その音楽 CD は購入したもので、購入した人のものであると認識します。これは、有体財産という観点ですね。有体財産という観点によるものです。一方で、CD を購入した人は、音楽 CD に記録されている作詞とか曲まで自分のものになったと、そこまでは考えてません。歌詞とか曲は作詞家や作曲家のものであると理解しており、それは全く関係のない他人でも同様です。これが無体財産だということですね。何言ってるかというと、まあこうやって物をこう掴んで、これ有体物というふうに言いますね。有体物っていうのはこの物で掴める動産だっていうところは、まあ民法の85条とかに書いてるわけなんですけど、これを例えば売ります、買いますっていうので移転するものを所有権って、まあ聞いたことあると思うんですけど、所有権というふうに言います。ですから、ここの、有体財産という観点によるものですっていうこの段落に関しては、所有権が移ったという考え方をします。
だから私がこれを今、さっき110円で、その自動販売機で買ったわけですが、この自動販売機で買ったことによって、所有権を持ったという観点になります。所有権は私は持った。なので、これを飲むが、捨てるが、誰かにあげようが、あれも私の自由だという観点になるわけですね。他方で、下の段落にありましたが、まあ一方でその音楽 CD に収録されている歌詞とか楽曲ですね、いわゆる旋律とかですね、に関しては、この無体財産として権利が残っている。これは著作権ですね。ただ作詞家、作曲家の手元に、ですね、その音楽の権利が残っているというのは所有権ではなくて著作権があるんだという、まあそういう説明の仕方になるわけですね。ですから、ここでわかるのは所有権と著作権は別だということですね。所有権と著作権は別だということですね。所有権を有したからといって著作権が必ずしも手に入るわけではないということですよね。はい。よろしいですかね。こういうような、まあ、無体物であるこの著作権というのを、まあ、扱う、著作権という、まあ、著作権に限らずですけど、扱うのが知的財産だということですね。例えばですけど、まあ、このペットボトル、例えばですけど、この、3本線が入ってて、まあ、これが、新しいデザインなんだという話であれば、まあ、意匠権で登録されているかもしれないです。あと、ここに社名が実はこう、彫り込まれてるんですけど、この社名というのが、例えばですけど、商標で登録されているんであれば、その当該企業の商標権が、まあ、実はここに載ってるかもしれない。で、さらにこれは一応、紅茶なんですが、この紅茶の作り方であったりとか、あとその紅茶成分そのものに関して特許が載っているとしても、私がそれを購入した、110円払ったんだ。じゃあ、その特許権とか、商標権とか、意匠権も全部私のものだっていう話になるかというと、そんなことはないよねっていうのは、お分かりいただけると思いますね。はい。というところで、そういう目に見えないものですね。に関して、いわゆるアイデア。これを保護するものが知的財産法なんだなっていうところで認識いただけたらいいのかなというふうに思います。はい。あとですね、ちょっとこの辺は少し応用的な話になるんですけど、まあこの、3ページ目とか4ページ目あたりはですね、まあ読み飛ばしてもらったら、こういうのがあるんだなってぐらいだと思いますし、あと5ページ目とかですね、6ページ目あたりも、まあもう少しですね、深掘りしてから後で振り返ると整理がされるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ興味があれば一回見といていただけたらというふうに思いますよ。で、最後ですね、7ページのところだけ少し説明させてもらおうかなというふうに思います。7ページ目見ていただくとですね、一般法と特別法というような内容が上がっているかというふうに思います。で、この一般法と特別法という観点は、まあ、ぜひですね、この特許の、まあ、全体構造講義もそうですし、まあ、入門講座とかをですね、経由して、ぜひ理解いただけるといいのかなというふうに思ってます。最終的にね、弁理士に、なるにあたって、なった後ですね、ここら辺の理解というところが、まあ、ぜひ、ないとですね、例えば侵害訴訟とかですね、対応するとかいう話になったときに、ちょっと何を言ってるのか、わからないという話になってしまうので、まあ、ここの整理はぜひしていただけたらと思いますね。法律においてですね、この一般法と特別法っていうのがあってですね、で、一般法ってよく六法とかって聞いたことありますか？六法全書っていうのがあったりとかすると思うんですけど、まあ、憲法、民法、刑法、民訴訟法、刑訴訟法、あと商法ですね。まあ、商法の中には会社法が入ってますけど、まあ、六法とかいうふうに言われたりしてます。まあ、あとは、最近では行政法というものも入れて、基本7法とかいうふうに言ったりとかもするんですけど、まあ、それらを含めていわゆるここでいうところの一般法ですね、いうことを内容を、指し示してます。で、この一般法なんですけども、これは一般的にいろんな人に適用されるという意味でして、例えば民法でいくと1045条あるんですけど、まあ、1044条1045条あるんですけども、まあ、いろんなものにこう適用されるという汎用的な内容になってるんですね。汎用性の高い内容になってます。なので、さっき言ったような、例えばですけど、所有権ですね。みたいなものに関しては、こう、一般的に当てはまりますね。家に関してもそうですし、まあ何かの動産、まあ携帯電話を買った、まあ何かをこの売買するってなったら所有権って話出てくるんで、まあじゃあそれも同じような感じで知的財産について当てはめたらいいやんっていうふうに思いがちなんですが、その特殊性を踏まえた内容にしたいというふうに思った時に、この特別法というのを作ってて、ここに特許法とかが来るわけですね。つまり汎用的であるがゆえに、そのですね、事象の特殊性というのを十分に捉えきれないので、じゃあ特別法というやつを別途手当てして、で、それで対応していきましょう、みたいなのが、この特別法というものになっています。ちょっとこれ実際に試験にも出るので、ここの見れますか？一つ例を挙げましょうというところを見ていただけたらと思うんですけど、ここかな？ここまで。
そしたらばですね、読んでいただいてもいいですかね。じゃあお願いできますか。ここの一つ例を挙げましょうというところありますね。っていうところから、しかしこの場合、またっていう、ここまでですか、ね。あ、ごめんなさい、ここまで。この全部で7行読んでもらってもいいですか。しかし、特別法であるトッペ法19条は、日本の有機の株式会社の営業所に先立ちの時に、特許庁に到達したものとみなすので、発送主義を規定しています。この場合、特許出願の保安所の到達基準については、民法97条ではなく、特許法19条が適用されますから、特許庁に到達した時ではなく、日本有機の株式はい、ありがとうございます。ということで、原則は到達主義という、まあ、民法のルールがあるわけなんですけども、これを塗り替えるのが発信主義というところで、都教の19条に書いてるんですね。なぜこんな風な塗り替えをしてるんですか？というのを、まあ、勉強していくという感じですね。まあ、簡単に言うとですね、到達主義をしてしまうと、まあ、今はインターネット出願があるんであれですけど、昔だったら郵送でやってたわけですから、じゃあ石垣島からですね、出願する人と、まあ、東京の霞が関のすぐ近くに住んでる人で、それで、選考が判断、用意どんで決めたら、どう考えても不平等ですよね。ということで、出したタイミングで、そこで選願って言うんですけど、同じ発明であれば先に出した人の方が勝ちねっていうのが先願主義って、もしかすると聞いたことある方いると思うんですけども、いうのがありまして、じゃあ先に出したっていうのをどうやって決めるのって言った時に、民法ルール通りでいくと到達主義になってしまって、じゃあ遠隔不便の地の人はまあすごく不平等だがそれでいいのかと言ったら、いやそれは確かにちょっとかわいそうだよね、じゃあ修正しますねというので特別法があるという、そういう関係ですね。だから特許法のこの97条でもって、民法の97条を特許法の19条でもって、まあ、塗り替えるみたいなことをやっていまして、まあ、この辺の理解があると頭に非常に残りやすいと思います。つまり特許法の19条だけを見ると、19条だけを見るとあまり頭に入らないと思うんですよ。じゃなくて原則はこうで例外はこうなってますという、勉強するにあたって非常に大事なこの比較の視点ですね。特許法に限らずですけど、まあ何でもですけど、分かりやすい話というのはやはり比較があると思ってまして、例えばですけど、その5周メーターを9秒8で走りますって言われて、まあそれは我々にこうすでに経験則があるので、9秒8速いねってなると思うんですけど、50メーターじゃない、100メーターか。それよりは、例えばですけど、その9秒8というのはワールドレコードですとか、例えばですけど、金メダルが取れます。銀メダルの人がいて、銅メダルの人がいて、8位入賞があって、で、オリンピックに出られる人がいて、出られない人がいてっていうような、その場合のタイムとの比較でもって、9秒8というのの凄さが、実感できると思うんですよね。で、司法対象法文集という、実は法文集がありまして、こういうやつですね。これ皆さんに買ってもらってるんですけど、というか合格体験記読んだら漏れなくみんなこれを使ってるんですけど、これも非常によくできてて、この司法が縦にこう比較で条文できるようになってるんですね。で、何が言いたいかというと、この一般法と特別法の関係に関しても、まさに比較の視点を使うものだと思っていて、勉強するときにですね、一般法だとこうなってるんだけども、特許だとこういうふうにこういう理由で修正されてるんですよっていうふうに頭に入れると、まあ、頭に非常に残る情報になるかなっていうふうに思ってます。まあ、私ももうちょっと40を超えてきてるんで、残念ながら、単純な知識を頭に溜め置くということはもう難しくなってるんですが、まあ、理由をね、つけてあげて、これは生きていくために必要な情報だよというふうに脳みそ勘違いさせると、まあだいぶ残るんだなっていうのは、まあ、まだこの年になっても分かる、理解、実感としてあるところですので、まあ、ぜひですね、皆さんの、こうやって、皆さんとやっていくその講義の中でもですね、まあ、そういうようなこの比較を使いながらの理由付けですよね。なぜここにこういう法律があるのかっていうところを、まあ、お伝えしていければいいのかなというふうに思ってます。まあ、単純にね、暗記するっていうところは、
社会科学、だから経済とか、まあ、歴史とか、法律とかを勉強するにあたっては、まあ、ナンセンスだと思ってて、だって人間が作ったもんだから必ず理由があるはずなんですよね。そこに自然的に普通に特許法が生まれた時からあったっていうことはないと思っていて、特許法を作ろうっていうふうに思った人間がいるから、できているわけであって、じゃあなんでその人はそういうふうに特許法を作ろうっていうふうに思ったんだろうっていうところを、まあ、推知していくっていうところが面白いところでもありますし、それを、まあ、ぜひね、やっていけば、覚えることいっぱいあるんですけど、単純に暗記するよりは、だいぶ面白く、圧縮して抑えることができるんじゃないかなというふうに思ってます。はい。では本当にざっくりで冒頭のところだけあるんですが、まあ、全体構造のね、講義の、走りの部分だけ、これで、終了させていただこうというふうに思います。